はい、どうも、よいふけいです。デビルサムライソウルハッカーズの実況プレイです。アマミフロートの攻略、今5階に来てますけども、じゃあやりますかね。こっちでいいのかな。なるほど、ハマ、やっぱりハマが有効かな。左のでもこいつを自由で倒しちゃおうか。で真ん中にハマか、右に戦力を集中してやるといいかもしれないかな。まあ、そんな感じかな。よし、いいぞ。今回は大丈夫そうかな。あ、マッカですね。こんだけ悪魔出してもマッカ溜まる一方でもないか。ガシャドクロの中性度だんだん上がってきましたね。これマックスにしたらまた別の、まあ、ちょっと待って、大作まだ効いてる。あれまだ効いてるか。これずっと効果あるわけじゃないからな、気をつけないといけないですよね。こっちには何もなかった、マッカがあっただけですね。これは、前列が氷結の効果。なるほど、じゃあマハジオで倒しちゃう。いや、で剣でいいか。ジードはガードにしときますか。アタック、バックに催眠術、前列に火炎と。なんか敵集中狙いしてきますよね、攻撃を集中してきますよね。お、よし、いい感じじゃないの。ここはまあ5じゃないな、5も意味だった、確かね。戦力を分けてやりますか。このターンで仕留めたいと。よし、念のため回復しておきますか。ディアラマにしとこうかな。ジード強化したいなと思ったんですけど、なかなかこういい悪魔がいないんですよね、合体させる。なんか合体させる悪魔と現状のジードの中間の能力になるみたいで、これかなり強いんだよな。これはさ、電撃ハマもこう弱点がない強敵ですよね。だからまあ慎重にやりたいかなと。どうにやるか、全員一気に倒すみたいな感じして戦力分けるか。で窒素ボンベ使おう。どうかな、一体倒した。マハラヒ、よし、いいぞ。あ、なんだ、あ、チャクラポットか。今いくつあるんだろう。なんかなんだかんだ言ってこう使わないですよね。なんかいい感じのところにターミナルがあること結構多いのでね。とりあえずかなり複雑です。あ、これ上に登るんだけど、でもいいよ、この下まだ見たいと。なるほど、トケビとこいつなんだっけ、ビフロンシの1個前のやつだな。氷結に多いやつか。まあこのターンで倒せると思いますけど、
マハラギやんない方がいいな。マハラギやんない方がいいな。エクストラで、無限の挑発使おう。この間効かなかったよね。使ってみたら。どうかな。全然効果ないね。電撃、じゃあ衝撃吸収か。やはりサーミジスの方がいいか。イクノースはサーミジスに切り替えてきますかね。あ、やめちまった。まあいいか。マセキもっとガンガン使ってていいのかな。でもメガテン3方はたくさん出るわけじゃない感じですね。あ、ティングカットがいますね。これ確か打撃無効だったな。打撃、銃撃無効か。なるほど。今斬撃が効くみたいですね。ちょっとね、ラビオローナってやつどんなやつだっけ。受殺反射ハマに弱いか。なるほど。後ろのやつがやばいからな。では、左に戦力を集中したいか。しかし、ハマで右のやつを倒すと。で、ガシャドクは左に、いや、打撃無効だった。では、いやじゃあ右に打撃しかないか。打撃無効のやつに打撃いっちゃいそうですね。で、実装ボンベ、後ろのやつで使いますかね。これはアーゴンの雨でダメージ与える。で、サーミスをバックに。凍結かからないか。うん、ジーザに火力が集まってしまう。よし、1点逃らした。しかし起きる。ジードはメディアラもかけておこう。自前で回復してもらいましょう。右に打撃ですね。でどうする。こいつはあともう少しか。倒してしまおう。これ倒せるんじゃないか。前列、いやバックにサヤミジスか。よし倒した。よし回復間に合ってよかったですね。もしかしてあれかな、ジードの相手に敵の攻撃は集中するか。もしかしてそういうことかもしれないか。今まで全く気がつかなかったけど、ちょっとなんかそういう目で見ておきますか。真ん中に火力が集中する可能性あるか。だったらジード入れてて正解かな。こうデコになってくれればね。まあ若干まあ今打たれ弱い感じではありますけど、メパトラの石、あ、そんなアイテムもあるんだね。じゃあそこにはリフトもありますかね。こいつはアタックしますか。この場合は戦力分けた方がいいかなと思いますので、バックを眠らしにかかる。あ、ちょっと待って、氷結無効であった。しまった。マハラゲをかけるべきだったな。まあ、とりあえず一体眠らしたのは正解か。しかし起きちまう。しょうがない、しょうがない。もう一回やるっきゃないな。よし、ハマ怖いですね。あとは普通に倒していけるんじゃないかなと。フロースとナルキサスの MP を回復してやりたいかな。あれガントレットはどれのやつだっけ、持ってたっけ。これかノーマル耐性か。うん、いや、あのなんだっけ、受殺無効のものをつけたいから、まあ、これでいいんじゃないかなと。
チャクラドロップがいっぱいあるから使っちゃいますか。2つずつぐらいでいいかな。じゃあそこのリフトに乗ると、まだまだかなり探索楽しめそうですね。あ、ここエレベーター、これで13階に行けるか。まあまだ乗らない、ちゃんと全部見えると、せっかくなので。なんか動画長くなったらお構いなしみたいな。待って、これあれだ、次はダークアクマでしたね。話しかけちゃおうか。うん、あ、なんか意外と紳士的だねもっとなんか俺様っぽい感じなのかと思いました。互い殴られませんか。なんかあれねあのダークマつけてて有効的だね。うん、じゃあ名乗ります。うわ、本当に押しを超えたもんです。そうね、潜在能力の開発法、人間との付き合い、対悪魔交渉術でしょうか。うん、あなたの日頃の行いが知りたかったので聞いてみただけです。じゃあマグネタイトでもやろうか。こいつレベル20ぐらい取ったね。だから10倍、だから200じゃ少ないから600ぐらいやるか。うん、まあお金か。でも有効度上がったみたいだから、ラームジェル出たらまた話しかけてみますかね。あれ、これ13階、あれもう探索そろそろ終わっちゃうじゃん、それじゃあマジかよ、もっと探索したいゲーム好きだからねなんかこれもなんかさ、全13回でよかったんじゃねえよ。ずっと探索してたいんですけど、探索楽しい楽しいな長く探索したいから非効率なプレイにしようかな全部、あ、なんかすげえのいるぜ。竜王の術だ。あー、なるほど、そういうことか。なるほどね。話しかけてみる、いいか、話しかけてみるか。ディスプレイなんだ、わ、あ、ん、質問ど、なんだ、あ、私の質問、あ、これあれだ、なんだっけ、ジャイブトーキンだ。これ私の質問に答えてもらおう。お前は文明に断らないのか。イエス。ではさらに問う、自然を愛することができるか、できるか。イエス。うん、お前なら相手にできそうだ。では最終確認をする、証を示せ、早く差し出してもらおうか。イエス。上野さんなんとなくでも通じるね。ラマク差し出してこなごゆた僕がなんかあれだよね、実況者の挨拶でこの喋り方だったらみんな驚くだろうね。じゃあマグネタイトね、こいつ、じゃあマグネタイト700で、うん、満足だって。ニニタロユワンヨグだ法則があるのか。あったな、こうなった。うん、最後にお前たちのことに挨拶よ。普通に喋れんじゃねえかあ、そう、普通に喋れんだね理由は野槌ですね。何事かと思いましたね。仲間になりましたね。野槌は落下者持ってますね。リペラを持ってるか。なるほど、放電ってどんな感じなんだろう。でも魔力低いんで対処ないかもしれんね。性格はどう思うと。こいつの忠誠度上げたりするのもいいかもしれないですね。久しぶりになんかあれかな、忠誠度上げます的な稼ぎ会やりますか。久しぶりってこともないかな、結構やってましたっけ。待って、この階層にだからボスがいるんだよね。結局そういうことだよね。気をつけていきたいかなと。それ野槌だね。まあでも倒しちゃいますか。バックのやつガンだよね。まあ、とりあえずちょっと待って、防御足はちゃんと見ようか。あ、魔法に弱いか、物理吸収魔法に弱いか。なるほど、よし、ではジオにしましょう。マハジオ、ジードはネコマタを殴ると、ガシャドクロはアタックだね。アタックするのは左か。でバックのやつガン、ちょっと待って、氷結無効か、氷結実殺無効か。あ、じゃあガンで倒すと。
もうアヨの雨使っちゃいましょう。バックを眠らせてかかる。なるほど、魔法に弱いって防御者きついよね。やっぱり戦略としてやっていくよね。あとはガン打っていけば OK か。まあそんな感じな。そこの扉がありますね。2つあるか。どっちかはボスレバー操作室、こっちかな。あ、これでゴンドラ動くか。あ、まだまだ探索できるよ。そっか、まだまだ探索できますよ、これで。よかった、まだ終わりじゃないですね。鬼戦マッカか。お、ラムジェルク。え、紫する。その紫、私の中で日に日に大きくなっています。一体どうしてなんでしょうね。なんでかな、自分も同じだ。楽にしてやろうから、ストラ戦争になる、絶対ね。高戦闘する。お、契約詳細。ラピスナズリ、ごめん、持ってないと思います。申し訳ない。死ぬしかないですね。いや、いいよ、後ろの取り巻きの話かけるから。はい、あなたがどこからやってきたのか知ってる。あなたの住む都市で暗示を得ていました。私は知りたい。今はどんなところでいるのでしょう。全然何のことについて話したか分からないんですけど、緑あふれ楽園にしておきますか。何のことかさっぱりわからないけど、何のことかな。じゃあ右のやつに、大浅金がね、問答無用、あなたの電話を試させていただきます。どこからでもかかってください。じゃあ右パンチ。あまりに呪い。速さというものを感じません。そんなことでは先ほど思いますね。例えばここに1匹の猫がいたとしましょうか。猫というものは家人の目を盗んでは、よく喋る猫の悪魔で、ね、いたずらする猫ね。あなたはどうなさいますかな。そうだね、見逃してやる。しかしそれでもいいのかもしれない。さあ行きなさい、私の気が変わらないうちに早く。え、嘘、マジかよ。マグネタイトもなしか。だったら始末してしまうんだったな。もっとなんか懐くような感じで選択肢を選べばよかったかな。猫をさ、そうにすればよかったですかね。あれもだから悪魔の気持ちについてなんかこう言ってるのかもしれないか。そういうことかもしれないですね。なるほど、じゃあ勉強になりますわ。ラムジェルグとの会話面白いな。あ、グルルだ、話しかけてみようと。どの星行きたい。じゃあ月。なんかもらう、なんかくれ。じゃあ負けないタイプだよ。700でうまくいってるから、600でうまくいったか。じゃあ600で。満足した。やったね、こういう素直なやつはいいよね。素直なやついいですよね。グルル仲間にしましたね。ガンに弱いか。マハザンと羽ばたき、魔法は大したことないですね。でも強調は合体の時に、役に立ちますからね。魔王とか作りたいですもんね。魔王とか死神っていうさ、種族いるみたいなの、それがすごい気になってますね。で、1回まで降りちゃうんだよね、きっとね。で、ゴンドラが動けるようになってるから、それを動かすわけですけど、まあ収録時間もいい感じなんで、ここで一旦切って、で、そこに、ですね、回復できる拠点がありますよね。ヒールスポットがありますので、そこまで行って回復取っておこうかなと思います。ゴンドラの前から次回はスタートしたいかなと。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。